品川駅で買ってきた、文一三代目メロンパンです。非常に美味しそうですね。なんかこんな白がついてまして、創業60年文一のメロンパン、こだわり三代目のこだわりとか、外はカリカリ中身はしっとり出来たてということで、ちょっといただきます。いろんなところでメロンパン食ってますけど、ソフトです、ね、ソフトだけどなんかこの生地がよくバラバラになりますよね。メロンパンがあれバラバラにならなくて、こうしっとりと口の中でこう広がっていくんですね。そこがソフトで非常に食べ応えがいいですね。それでいて一晩経ってるのに風味が残ってます。これも素晴らしい。海老名のメロンパン絶賛してますけど、僕はこの軍一のメロンパンの方が僕は好きですね。懐かしいけどどっか新しい、そんな感じがします。これ中年男子にも、我々中年の男子にもなかなかこれいけますよ。女の子だけのもんじゃないですね。子供だけのもんじゃないですね。僕らも懐かしく食べれるメロンパンですね。以上です。